菅母拘置所、菅母プリズン、菅母プリズンは、第二次世界大戦後に設置された、戦争犯罪人、戦犯の収容施設である。東京都豊島区西菅母、現、豊島区東池袋の東京拘置所施設を接収し、使用した、菅母拘置所などと呼ばれたこともある。極東国際軍事裁判により死刑判決を受けた、東条秀樹ら7名の死刑が、執行。 1948年、昭和23年12月23日された場所としても知られる。かつてこの地には、菅野監獄、菅野刑務所、1922年解消があった。関東大震災、1923年で被害を受けた菅野刑務所は、1935年に、東京吹田摩郡府中町、現、東京都府中市に転し、府中刑務所となる。 その跡地に庁舎が新築され、1937年、未決州を主に収容する市ヶ谷刑務所が移転し、普通刑務所と区別するため、東京拘置所と改称された。なお、敷地は菅も刑務所時代の約3分の1に縮小された。敷地の北西には処刑場があり、 第二次世界大戦中の1944年には、ゾルゲ事件の主犯とされるリハルト・ゾルゲ及び尾崎、秀美の死刑が執行された。彼らのほか、当時の同行地所には、主として共産主義者等のいわゆる思想犯や反戦運動に関わった宗教家等が放置されていた。第二次世界大戦で日本は、敗れ、連合国軍の占領下に置かれた。 東京拘置所は連合国軍最高司令官総司令部 GHQ によって接収されて、菅もプリズンと呼ばれ、戦争犯罪容疑者が多数収容された。処刑場入り口の13号鉄避を通って b c 9 0 0 0班52名が処刑された。口日するように、ガモプリズンはその後取り壊されて、跡地は三社員式と東池袋中央公園になった。 この再開発を手掛けた新都市開発センター、現、サンシャインシティにより、この13号扉は法務省に寄付され、強制研修所などを経て2018年時点でも保管されている。占領軍の主体であるアメリカ軍は情報戦の一環として官房に装置を密かに取り付け、先犯たちの会話を盗聴していたことが後年、明かされている。 1947年、昭和22年2月、帰欠州の労働が本格化し、永久先犯、60歳以上の高齢者、病人以外はすべて就労を命じられた。プリズン周辺の道路整備や運動場、農園、弊社、商工用宿舎建設等の重労働を命じられ、午前と午後に1回ずつある五分の休憩と昼食時の休憩時にしか休めない。私物は一切禁止で、 全て制服着用で行わなければならない。長い抗菌生活と裁判の疲労で体力の落ちた先般たちには重労働であり、こんなことならいっそ死んでしまえばよかったとの声もあった。この重労働が2年続き建設を命じられた施設の完成に至ると先般たちは信頼を勝ち取り、原型などの恩恵を受けた。新聞、雑誌、本などの閲覧、 上野図書館からの書籍借り出しも許可された。ラジオも定期聴取でき、映画も週に1回鑑賞できた。1948年、昭和23年12月23日には、極東国際軍事裁判により死刑判決を受けた、東条秀樹ら7名の永久戦犯の死刑も執行された。九百五十年、昭和十五年から始まった朝鮮戦争で、 多数の米兵が出生するため、1950年8月、日本人刑務官が着任。米軍の管理下で警備に当たった。なお、最も収容者数が多かったのは1950年1月時点で、1862人の戦犯が収容されていた。1952年4月、日本国との平和条約、サンフランシスコ講和条約の発行により、 日本に遺憾され、引き続き先犯を収容していた。以後、正式には、菅母刑務所となったが、一般に、菅母プリズンと呼ばれた。1958年5月、最後の先犯18名が釈放され、菅母刑務所は閉鎖。東京拘置所が菅母に復元された。1948年、昭和23年6月5日に送還された、国中市。 巣鴨プリズンのローム担当だったビンセント中尉が新聞の発行を提案し各界で一人ずつ選ばれ15人が担当することになった当時の巣鴨には英語をはじめとする外国語の感動な人物が多かったことから新聞は随時翻訳された編集方針は主義主張は特にないが民主主義を根本とし左右いずれにも変せずとあり 連合国の占領政策批判や死刑囚、永久戦犯には抵触しないという条件だった。1952年、昭和27年3月29日までに全193号が発刊され、その紙面は翻訳班の手で英訳した上で発行前に検閲を受け GHQ やアメリカ国務省にも送付された。発行日は原則として土曜日だった。 また、周期運動会にて、韓国旗などを挙げたことを、クローズアップするなどして、朝鮮戦争で心を痛める、朝鮮人や台湾人戦犯の葛藤を分かち合いた、場とも言える。菅もプリズンが日本へ移管された後には、菅も、合戦952年、昭和27年11月1日に、活版で創刊されたが、10号で休刊となった。1971年、 昭和46年に東京高知所が移転した後、跡地はサンシャイン式として再開発された。処刑場周辺は豊島区立東池袋中央公園となり、有田正則が発起人となった慰霊碑、平和の日が混流されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。